途中から出場して0-0だったんですけど、まずディフェンスとして無失点で抑えて、1点取って勝てればと思って試合に臨みました。ですが点も取れなかったんですけど、後ろは0で抑えることができたんで、次節も継続してやりたいと思います。で、次節は しっかりチームとして点を取って勝ち点3を取れるようにやっていきたいと思います。応援よろしくお願いします。